ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶が10月19日土曜日の天気をお伝えします。低気圧が通過し全国的に傘の出番です。沖縄は断続的に雨が降ります。お出かけの際は傘をご用意ください。西日本は朝日差しが届いていても雲が多くなり雨が降りやすくなります。強まる雨や落雷にお気をつけください。東海から関東は明け方にかけて激しい雨が降るところがありそうです。これまでの雨で地盤が緩んでいるところではさらに警戒してください。急な斜面や崖には近づかないようお願いします。また低気圧が通過するため沿岸部を中心に強まる風にも要注意です。そして東北や北海道にかけてもだんだんお天気は下り坂となっていきます。こちらも風が強く吹きますし雷を伴って強く降る可能性がありますのでお気をつけください。以上全国の天気をお伝えしました。